では実践1の問題を確認します。 N 行目で3列目の数を N を用いた式で表しなさい。まずパッと見て式を作れればいいんだけれども、どうすればいいか迷った時、その時にどうしてほしいかというと、簡単な表を作ってほしい。例えば N の値が1だったら、つまり1行目で3列目の数は何かというと、1行目で3列目だからここ7です。で、同じように N が2だったら、2行目で3列目の数は13です。で、同じように3行目で3列目の数は19になっている。さて、この表は比例、反比例、一次関数、あるいはそうではないのか。今 N の方が2倍になった時に、下の数字は2倍になってるかと言ったらなってないし、2分の1倍にもなってない。だから比例、反比例ではない。ただ同じ6ずつ増えてるよね。だからこれ一次関数なんです。だから y の形で表すと y イコール ax プラス b の形になる。で、この時の a に入る数字は6ずつ増えてるんだから、ここに入る数字は6だったよね。そして b に入る数字は、この n が0の時のこの下の方の数字が入るんだ。なので今6ずつ増えてるってことは、6減らせばいいので、ここに入る数字は今1です。だから b に入る数字は1。ただ最後注意してほしいのは、誰も y とか x の話はしていないです。だから y はいらない。そして今 x ではなくて文字は n を使っているので 6n プラスの1、これが正解になります。実践2の問題を確認します。六角形を n 個作った時の棒の数を n を使って表しなさい。ちっちゃい玉とその間にあるこの棒を使って六角形を作っています。で、これを n 個作る時の棒の数、これもパッと式が作れればいいんだけれども、作れなかった場合、まず簡単な自分で表を作ってください。六角形を1個作る時に必要な棒の数は1,2,3,4,5,6 の6本です。で、次、六角形を2個作るとき、さっきの6に1,2,3,4,5、5本付け足せばいいので11本。で、3つ作るときには、さらに1,2,3,4,5、5本付け足せばいいので16本ということになります。さて、じゃあこれは比例、反比例、一次関数、あるいはそうではないのか。というと、やっぱりこれも N が1増えるごとに棒の数が同じ5ずつ増えてる。だからこれ一次関数です。なのでこれを Y と X を使って式で表すとしたら、一次関数だから Y イコール AX プラス B の形になるんです。そしてこの場合5ずつ増えてるんだから、A のところに入る数字は5。そして B のところに入る数字は、この n が0の時のこの下の方に入る数字です。ってことは今5ずつ増えてるんだから、この場合5を減らして1ってことになる。だから y イコール 5x プラス1です。ただこれも誰も x や y の話はしてないので、y はいらない。そして今 x ではなくて使ってる文字は n です。だから 5n プラス1が正解です。